アメリカ向けに輸出された、ポーランド発祥ブランドオーストリア製のウォッツカウォッカは、ロシアや、ウクライナやエストニアなど東欧の旧ソ連圏、スウェーデンやノルウェーなどの北欧圏、ポーランドやスロバキアなどの中央圏で製造されている、蒸留酒。ウォッカが、主体、生産、消費量が高い国日本の酒税法上はスピリッツに、分類される。大麦、小麦、ライ麦、 ジャガイモなど穀物を原材料とし、上流後、白樺の炭でろ過して作る。このため、エタノール成分を除けば、ほぼ無味無臭無色である。ただし、フレーバーウォッカのように、香味が付けられているものも存在する。日本語では、ボとか、ウォとか、ウォツカ、ウォッカ、ウォツカ,カ,カともカタカナ表記される。かつて、日本で使われていた歴史的仮名遣いでは即音を表す。 も、つと同じ大きさで表記されており、日本語の発音規則に従って、ウォッカと語読され、これが慣用として使われるようになった。同様の例として、カムチャツカ、アルコホルが挙げられる。ウォッカとは、ロシアなどでは単に、蒸留酒を表す、一般名詞であり、ロシアの少数民族で飲まれていたような蒸留酒も、ロシア語ではすべて、ウォッカと区分されている。 スラブ諸語においては、ウォッカは、水を意味する単語、に、指障子を付したものである。同じ欧州の上流酒のウイスキーやアクアビットと、同様、中世の錬金術師が、上流酒の製法を確立し、命の水と称したものが源流である。現代の大半のウォッカの銘柄の成分は、ほとんどが、水とエタノールであるため癖が少ない。 これは近代にろ過と上流を繰り返す手法が、ロシア帝国で定着し、周辺国に広がったからである。上流で得られる限界のアルコール度数96度まで、濃縮した中性スピリッツを水で希釈して、ウォッカとして瓶詰めする方法が広く取られている。この方法を用いる特性の、全くない、透明感のある味や香りになる。ロシア、東欧圏では、混ぜ物をして、 ウォッカを飲むのは邪道とされている。本来ウォッカをストレートで上飲していたロシア、東欧圏以外ではカクテルの材料の一つとして他の飲料と混ぜて飲むことが多い。中央のポーランドではウォッカをミネラルウォーターや果汁で割ることが昔から行われている。ウォッカの原種にあたる中性スピリッツほぼそのものである。 スピリタスもストレートではまず引用されずはって飲むことが前提である。現在のウォッカの大半の銘柄は癖が少なくなるよう加工されているが、ポーランドのいくつかのウォッカの銘柄は最初にアラブ世界から上流酒が伝わった中世前期以来の伝統的な製造法を守っている。ウィスキーやビールと同じく発芽した麦の酵素を用いて爆汁を作り、 中性スピリッツになるまでは蒸留せず、適度なアルコール度数まで蒸留したところで、蒸留工程を終了し、そのまま瓶詰めする。スコッチウイスキーや、アイリッシュウイスキーとウモルトウイスキーが主に、大麦モルトを用いて作られるのに対して、ポーリッシュオッカのうちの古典的な製品が来麦モルトを用いて作られるのが主な違いとなる。このようなオッカでは、 原料のライ麦の癖のある香りと多少のえぐみが全面に出る。慣れていないと、この香りやえぐみは不快に感じるが、通りはこの香りやえぐみを好む。また、アルコール度数98%のウォッカも存在していたが、現在は作られていない。日本などでは、スピリタスはウォッカの一種と見られているが、ポーランドでは、スピリタスレクティフィコバニルイとして、 ウォッカ類とは別の種類として登録される。ロシアでのウォッカの起源には、諸説ある。古いものでは12世紀頃から、ロシアの地酒を元に作られるようになったという説や、ルーシ時代の果実酒が元になったという説もある。ドミトリー・ドンスコイ大公の治世である、14世紀終盤の1386年、ジェノアの大使によって、ブドウを原料にした、命の水と呼ばれる。 上流酒が最初に紹介された。この頃、命の水は、イギリスやアイルランドにも伝わり、後に、ウイスキーとなった。スカンジナビアでは、アクアビットとなり、フランスでは、ブランデーとなり、そして、ロシアでは15世紀半ばにライ麦を原料とした、ジーズネンナやバダーと呼ばれる酒になった。これを略した、バダーも国家の語源の一つと考えられる。18世紀には、 ウォッカの種類が増えて、醸造技術が高まり、西ヨーロッパでも評価されるようになった。1794年に、白樺の活性炭でウォッカを露化する製法が開発されて以降、ウォッカは、癖の少ない酒という個性を確立する。香草や果実などを使った、フレーバーウォッカも作られるようになった。1917年のロシア革命により、 モスクワのウォッカ製造会社社長、ウラジーミル・スミルノフがフランスに亡命。亡命先のパリで、ロシア国外では初めてウォッカの製造、販売を始めた。この、スミルノフの工場に1933年、ロシアからアメリカ合衆国に亡命していたルドルフ、クネットが訪れた。クネットは、アメリカとカナダにおけるスミノフウォッカの製造権と、商標権を買い取って帰国。 以後、アメリカ産ウォッカの製造が始まり、アメリカは世界屈指のウォッカ消費国となる。ソビエト連邦時代、経済の停滞や政治、言論活動の不自由に対する不満から、多数の国民がウォッカ中毒に陥った。そのためソ連末期の指導者、ミハイル・ゴルバチョフは、ペレストロイカの一環でウォッカの製造を削減した。しかし国民はウォッカを求め、 自宅で密造酒を作り出したため、効果は薄く、かえって貴重な税収である酒税が落ち込み、ソ連は財政難に陥った。またウォッカを密造するには、砂糖が必要なため、多くの商店が砂糖不足になった。ソビエト連邦の崩壊による政治、社会的混乱や生活苦により、ロシア人のウォッカによるアルコール依存症はより深刻になり、 平均寿命短縮や自殺増加を招いた。ソ連時代からその崩壊直後にかけてのロシア人や一部の政治家の動かずきとそれによる泥水ぶりはしばしば自重的なアネクドートの題材になるほどだった。その後、プーチン政権下でロシア連邦の民政は安定し、ロシア人は自らの人生や国家、社会に対して自信を抱き健康志向を強めた。 ロシア国家統計庁によると、一人当たりを軽い、消費量は1999年の15.2リットルから2015年には6.6リットルへと減少。一時は58から59歳代に落ち込んだ、ロシア国民男性の平均寿命は66.5歳へ上昇した。プーチン大統領は酒をほとんど飲まず、酒とタバコは国難と発言。 フーチン政権下の2012から2013年には、夜間の種類販売やウォッカの広告が禁止された。14世紀前期低、中期のポーランドとその勢力圏上流種は中世、前期に交易などを通じて、アラビアからヨーロッパ各地に伝わったものと考えられている。ウォッカという名称がいつできたのは定かではないが、中世世紀と推測される。 ウォッカという言葉が初めて文献に登場するのは、中世後期諸島の1405年のことで、ポーランドのサンドミエシュ市裁判所の公文書にその名がある。当時はポーランド語では消毒剤のウォッカは、ウォッカ、引用としてのウォッカと同じものは、ゴシャウカの意味と別々の名称で呼ばれていたが、この二つは消毒薬。 思考品という具合に用途が異なるだけで、実は同じものである。まとめて、ラテン語で、アックアバイティと呼ばれていた。また、これがなまって、オコビータとも呼ばれていた。この、命の水の製造法はすでに中世前期の8から9世紀には、ポーランドに伝わったようで、陸上交易の対象等によって、アラビアからもたらされたものと見られている。 アクアビテのポーランド語訳であるオーダーッチ茶から水の意味を持つオーダーをちっちゃなちゃんの意味を付加する指小型でちっちゃな水ちゃんの意味のブーとかの語ができた。ヨーロッパにおけるペストの電波アクアビテ、すなわちエタノール及びその上流法はアラビアから持ち込まれたものと見られるがアラビアでは原則として強落のための飲酒という習慣はない。ポーランドでは アラビアのように、アクアビテを、消毒剤、体臭予防剤、皮膚感染症の予防治療剤、着付け薬として使用する習慣が広く、一般に定着した。このように、エタノール液を消毒剤として用いる習慣もあって、14世紀、ヨーロッパの大ペスト下の時当時のポーランド、およびその勢力圏ではペストが流行しなかった。現在のポーランドでもウォッカを消毒。 大衆の予防、皮膚感染症の予防や治療、着付けに利用するが、通常のウォッカよりも、はるかに、アルコール度数の高いスピリタスが広く使われる。ポーランドでは、スピリタスは、このように薬品として利用するか、水割りやカクテルのベースとして利用するのが普通で、そのまま飲むことはしない。中世世紀から後期にかけてのヨーロッパは、温暖期で、その当時は、 穀物やブドウがよく栽培されていたポーランド文化圏ではウォッカよりもビールやワインが主流の酒であったが一方ロシアの文化圏ではウォッカに相当する強い上流酒が主流となった17世紀頃からヨーロッパの気候は寒冷化しポーランドではブドウの栽培やワインの製造は廃れてしまった一方大麦の生産は続いたためビールの文化は残った 18世紀終わりのポーランド分割によってポーランド文化圏の一部がロシア帝国の支配下に入るが、その後の19世紀を通じて、同様にロシアの支配下だったフィンランド同様、ウォッカのような強い酒をストレートで上飲する習慣が広まった。これは共産主義化の時代やその後の自由、経済転換期まで続いた。 しかし現在のポーランドでは再びビールが主流となり、ウォッカは国内出荷が年々減少しているものの、カクテルベースなどとして輸出市場の伸びが好調であるため、生産者は輸出を意識したボトルやパッケージに変更している。近年ではズブロッカのボトルデザインが変更された。スウェーデンでウォッカはスウェーデンの上流酒として1950年代まで指定されておらず、 代わりに、ブレンビーンと呼ばれていた。ウォッカはスウェーデンで15世紀後半から製造され、17世紀代の総生産量はまだ少なかった。18世紀初めから生産は拡大された。しかし、原料の穀物不足であった時期には、幾度か製造が禁止された。1960年代から無香料のスウェーデン産、ブレンビーンがウォッカと呼ばれるようになった。 初めてこのように呼ばれるようになった製品は1958年にアメリカのマーケット輸出用に製造されたエクスプローラーウォッカであった。1879年に誕生したアブソルートが1979年に世界に向けて販売された。スピリッツの中ではバカルディやスミノフに続く3番目に位置している。 以上の2杯に分かれ、5年の間議論が続けられた。議論は2007年12月17日に決着し、原材料を明記することによって、ウォッカと認めるという結論で双方が合意した。ロシアウォッカの標準的な製法は、以下のようになる。添加物と露化工程の回数や順序は製品によって、変わる。ロシアウクライナエストニアリトアニアモルドバフィンランド。 スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、ポーランドのウォッカは、主に、プレミアムクラスは、ライ麦、スタンダードクラスは、ジャガイモや、果物などを原料としているものが多い。ポーランドでは、中世の昔から、ピュアウォッカだけでなく、ハーブスパイス、香木、果物などで香りをつけた、フレーバードウォッカ、フレーバードウォッカの一種で原料のライ麦の香りを、 残したまま木の樽で熟成させるスタルカも多数製造されている。主なウォッカは以下の通り。この他にも多数のブランドがある。スロバキア一般的なウォッカは固有の風味がほとんどなく、酒の自己主張を抑えながらアルコール度数の高いカクテルに仕上げることができる。そのため高い度数による機器の強さに由来して名がついたものがしばしばある。また、 管中杯の一部製品には、ウォッカベースのものがある。ウィキメディアコモンズには、ウォッカに関するメディアがあります。ありがとうございます。